はい、こんにちは、沖縄おばばです。はい、みっけさん、ここにいますね。はい、どうですか、みけさん。おおパリッとしてますね、パリッと。はい。えーとですね。 えー、皆さんね、えー、実は今日の、今朝なんですけど、えー、枕兄さんですね。枕兄さんのライブ配信があったので、えー、ちょっと見てみました。はい。なんと、タイガーちゃんがね、タイガーちゃんがご出演になってましたよ。で、枕兄ちゃんね、いろいろ聞いてました。ちょっとね、まあ、そのことについてね、皆さんにお伝えしたいと思ってたんで、えー、あれなんですけど、まあね、えー、例のね、神飾りのことですね。主な、主な議題はね、 で、まあ、あとですね、ええー、話してたことは、ああ、倍じっちゃんですね、倍じっちゃん。あれになってからね、もう、アメの国はね、もう、世界中の恥さらしだと。はい。えー、そういうことで、このね、ええー、おかしな事態も、まあ、今ね、アメの国で起きてるおかしな事態も、事態も、すべて、あの、倍じっちゃんになってからだ怒りまくってました。はい。えー、タイガーさんね、 えー、怒りまくってました。はい。そういう感じですね。で、ですね、えー、まあ、えー、まあ、そのうちね、えーだ、どなたかが日本語にな、な、直してくれるとは思うんですけど、概要だけお伝えしますね。えー、トラちゃんね、えー、まあ、二、20の24ですね。2 0の二十24ですね、えー。のことについて、えーまあ、クラ兄ちゃん聞いたんですよ。えー、トラちゃんなんて答えたかっていうと、お その時までね、待ってたらねあ、あの、雨の国がね、もうなくなってしまうと言ってました。はい。なので、えー、20の24。つまり、えー、その時まではね、その時までには、あ、絶対多分、あの、いつ戻るか聞かれたんですけどね。いまあ、その時までには、ああ、多分戻るということですね。 はい。そういうことでございます。はい。20の24までには必ず戻るということです。その時まで待ってたらもう終わりだと言ってました。はい。だから多分あの終わりにしたくないでしょうから、ね。えー、なので、えー、その時までには多分確実に戻ると思います。<laughs> ただね、えー、いつかっていう時期については全く触れていませんでした。はい。はい。まあ、それはね、えー、今後多分、 あの、いろいろ見てだと思います。あの、アメ国の状況のね、例の神数えの件とかねえ、いろいろ今明らかになってきてますからね。えなので、それを状況を見つつ判断してると思います。はい。まあ、実際にはね、本当は、あもうね、えー、裏ではね、戻ってると思ってるんですけど、私はね。はい。そういうことです。えー、まあ、そういうふうにね、えー、ちょっと今日、あのー、 アメ国の方でね。多分これあのあ、ライブ配信やってましたよ。あのー、You のチューバーでね。まあ、英語なんでね、大変だですけど、私の拙い、えー、聞き取り能力でも聞き取れたんで、はい、えー。そういうことを言ってました。はい。ただし時期は明かしませんでしたね。はい。いつ、みんな、みんなね、いつ戻ってくるのかって、みんな期待してるよって、あの枕兄さん言ってたんですけど、はい。えー、そういうことですね。はい。えー、まあ、 2024まで待ってたら世界が終わるって言ってたけど、本当にそうだと思います。なんか、雨国終わっちゃうっていうこと言ってましたね。はいな。なので、まあ、最低でもね、え、それ以前には帰っては来ると思います。はい。えー、ね、ね、トラちゃんが多分戻ってからじゃないと、いろいろなことが始まらないと思うんですよね。はい。白いチームのね。だから、それまではもう黒の、 あの、どうしてもタイムラインで追っていくしかないとは思ってるんですけど、白のタイムラインはもう、トラちゃんが戻ってからじゃないとどうしようもないと思ってるんでね。はい。そこら辺ですね。そこら辺の兼ね合いです。はい。えー、まあ、あ枕兄さんはね、そういうこと言ってました。 はい、ラ、えー、兄さんとのインタビューですね。で、まあ、今回ね、あの、は、比較的短い配信だったんで、15分ぐらいだったかな。えー、そんな内容でした。はい、いかにね、えー、じいちゃんが、あの、バイのね、じいちゃんがね、ア、え、メ、ー、の国を、こう、壊してって、壊していったかみたいなことがね、えー、いろいろと語られてました。ここら辺はね、まあ、皆さん知ってると思います。あとね、 えー、盗んだ、例のね、盗んだ紙数えですね。はい。そのことですね。多分、これの、あの、加減によって、トラちゃんが、はい、早く帰るか、えー、ちょっと遅くなるかが、あ決まってくると思います。まあ、でもね、12月はね、あれですから、あれ,あれがありますからね、はい。あの、例のね、えー、国々のね、えー、国ですね、国がある国々のね、えー、サイサイのね、えー、ね、 えー、お支払いがありますので、そのお支払い以下によってはね、えー、多少ずれてくるかなとは思ってます。はい、えー、どうなるかですね。まあ、今後とも私たちあのー そこら辺は注視していかないといけないなと思いました。はい。以上が私のトラちゃんのね、ライブを、トラちゃんのライブっていうか、枕兄さんのですね、枕ちゃんのね、ライブと、あの、枕ちゃんがね、トラちゃんのね、タイガーちゃんのインタビューのね、そのライブを見ての感想です。はい。えー、まあ、枕ちゃん、すごいあの、なんていうのかな、緊張してたって言ってましたけどね。 はい。えー、それでは皆さんね、そういう感じで今日行われたのでご報告いたします。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばあでした。はい。はい。ぬたちはね、集まってますね。いいですね。はい。